はい、ゆきです。今日はですね、久々の1ヶ月ぶりかな、カブトムシの、体重測定をしたいと思います。以前、11月2日に、見たところ、三例幼虫になっており、直径が4センチに成長していました。そしたら今回はどうでしょうか。じゃじゃーん、でけー、すでにいる。多分ね、うんこしてたんでしょうね。見た感じ、かなり大きく成長しております。じゃん、こちら、最近購入しました。0.1g まで測れるスーパーじゃあね、この子ね。ヘイヘイユー、うわ、でけえ。おお、この重量感。こちらはね、昆虫マットっていうやつですね。ダイソーの昆虫マットです。ちょっと待って。おお。でけえ！なんかさっきもう一匹いたような気がしたけど、気のせい。あれ、俺この一匹しか入れてないよ。多分。なんかさっき一匹いたような気がしたけど、気のせいか。これ多分オスですかね、このデカさはね。ほら、でかいよ。でかいよ、でかいよ。このデカさ、化け物サイズになってる。嫌がる。ちょっとこの、君、ちょっと、あれしてくんないかな。その、間に挟まった土を落としてほしいんだけど。まあ、いいか。土ごと入れちゃえ。あれ？ちょ。18g です。 18g、 ほら 18.07g、 06g です。 0.01g まで測れる。安かった、1000円ぐらいで買った。おー、この子、オフかな。これ多分、肛門で見分けられると思うんだけど、まあ、見分けたところで別に、あ、そうですかって終わるんだけどさ。18g です。18.06g。体重。記録。2017年と12月11日昆虫マットにの一匹が18.06g ね。はい、ご協力ありがとうございました。
でね、見た感じね、あのね、そんなにね、土はないです。土はないですよね。糞はね、そんなにしてない。うん。見た感じ、まだ、交換はしなくても良さそうな感じしますけどね。もっとクソだらけになってるかなと思ったけど、いや、そんなことはない。そんなことはなかった。で、直径がだいたい何センチでしょうか。直径も分からない。直径がおおよそ直径は変わってないか。あれ直径は変わんないですね。4センチですね。直径は4センチ。4.5センチぐらいになったか。直径は 4.5 センチ。そして、これは蓋をする。そんでもって、もう一つのクヌギ伝説の方ですね。よしと、よいしょ、よいしょ。3匹入ってるはずなんですよ。3匹、クヌギ伝説。あ、なんかカビが生えてる。体重測定したいんだけど、これを全部掘り返さなきゃいけないということを考えると。します。どうしよう。でも見た感じはあの糞は全くないですね。糞は全くありません。一匹ぐらいちょっと見てみたい。一匹でいいからちょっと見して体を見せてくれ。どこじゃ。ここか。あまりね、やると良くないっていう話は聞いたんで、あんまりいじると良くないよっていうのは聞いたんで、一匹ぐらいちょっと見たい。ニョロ君の様子を見たい。
無理っぽいな、これ。ちょっと無理っぽいぞ、これ。いっか。どうしよう。一回出しちゃうか。新聞紙の中にちょっと出しちゃう。あれ、一匹行方不明なんだ。あれ、どこ行った？一匹行方不明です。どっか行きました。あれ？あ、いた。あ！あれ、なんかおかしいの？びっくりした、脱皮直後だ、これ。脱皮直後っぽい。2例から3例になったんだな、これ。2例から3例になってる途中でしたね。3匹中1匹が1匹が、あ、違う、間違えた。1匹がこれ多分3例なんです。お、あ、すごい、背中にね、これ2例なのか、2例なのか、これ。背中にね、
パックリ割れてきてますね。背中がね、なんかね、あの縦筋がビャーって入ってる。これまだ2例なんだな、じゃあ。2.66g。です。一番でかいのでこれだから、多分みんな2例なんだろうね。これ3例じゃねえんだわ、多分。これ3例じゃないんだわ。まだ2例なんだわ、おそらく。ああ。今縦に、あの背中が縦に割れてるから、割れ始めてる。脱皮直前だ、これ。それ。2.66g。ということです。まだあれなんだね。三例だと思ったけど。まだ三例ではないという。ずっと三例だと思ってた。なんかさ、あれしてんな。変な格好してんな。お前なんか変な格好してんなーって。うん、でもちゃんと成長してるんで。まあ。じゃないっすか。見た感じそこまで糞も目立ってないし、糞も目立ってないし、まあ、まだ3例になってないだけで、クヌギ伝説はまだ3例になってないだけで、まだ2例なんですよ、全員、おそらく。うん、2例と3例の区別があんまつかない。多分まだみんな2例なんだ。下手したら、まあ、初例ってことはないだろう。みんなおそらく異例なんだ。だから 2g ぐらいしかないって、そういうことか。なるほどな。なるほど、ザ・ワールド。なるほど、ザ・ワールド。ということです。まあ、なかなか。うん。OK を観察できた。グラム的にまあ、でも昆虫マットのやつが 18g だから結構でかいんちゃう。まあ、オスでしょうね、多分。まだ2例だから、2.66g。
まあ、昆虫マットでも 18g いくっていうことは、まあ、クヌギ伝説もまだ3例じゃないから成長の価値はあります。ということで、ご視聴ありがとうございました。